トイレで殴られました。飯田正成がトイレでトラブルに巻き込まれる。えー、どうも、エメランカのコースケです。本日はね、また、すごいニュースが入ってまいりまして、こちらのね、飯田正成さん。飯田正成さんといえば直近ブレイキングダウン級には出てなかったんですけれども、なんとね、階級をヘビー級に上げて、ブレイキングダウン11、12でね、また復帰しようかっていう話が出てまして。えー、まさか、こんなガタの飯田さんに誰が喧嘩を生んだっていうことで、すごい、 ニュースが入ったんですけど。まあ、飯田さん、三重のイベントで、給料、見払いの問題があって、そちらの件にもね、えー、そちらも詐欺だったのかと。いけなかったけど、俺にでも連絡があったな。ということで、飯田さんにも声かかったんですけど、飯田さんがもう、こちらのイベントはスルーしたことによって、 事前にね、このトラブルを回避できたっていうことで。まあトラブル回避能力もあった飯田さんなんですけれども、トイレでトラブルを回避できなかったということでね、まさかトイレで殴られてどんな奴がどういう経緯で殴られたっていうのをね、深掘りしていきたいんで、最後までお使いに気合いただければと思うんですけれども。まあトイレは密室ですからね、結構喧嘩になりやすい場所っちゃ場所なんですけれども。えー、こちらの方ですね。はい、ドーンこちらさっきトイレに入ったら、 短期なおっちゃんが勢い,勢いよくドアを殴ってきた。ドアを開けたらおっちゃんが、こんないかついやつ出てくるって言ってきた。笑った。これね、これ大阪なんですかね。トイレに入ってきたら短期なおっちゃんが勢いよくドアを殴ってきた。これ多分ね、ノックを殴ったかノックか分からないですよね。まあ大きさ的にもう殴るってちょっと頭おかしい人ですから、まあノックをかなり大きめでやられたのかもしれない。それが飯田さんがトイレかなり個室台の方を相当長くやって、ちょっと早く出てよって ということでやってきたのかもしれない。で、飯田さんガチャってドア開けたら、こんないかついやつ出てくる。まあ、確かにね、こんないかついやつ出てくる。確かにもう夏ですから、こう半袖だったらこうタト丸出しでね、しかもヘビー級にあげたこの体ですから、まあ、おっちゃんもね、こう喧嘩腰で叩いて早く出ろよって言ったのかもしんないんですけど、こんないかついやつ出てくるって言って、こう自分で振って自分で落としたっていうね、一つ笑いができちゃいまして、トイレでね、えー、まあ、 これは殴られたって飯田さん言ったんですけどね。ちょっとノックか実際わからない。で、実際アンケート取ったところ、まあ僕もあるんですけど、トイレでね、ノックされた経験もある。これもね、ちょっと意味がわからないんですよね。やっぱその鍵かかってるから、あー。 入れないのは分かってるんですけど、ノックして何の確認をしてるのか分からないんですけどで、これの意味なんですけど、多分早く出ろよっていうことだと思うんですけれども、これね、急いでるアピールと。駅のトイレを利用していると、ドアをノックしてくる音がしたと。で、公衆トイレのドアは開いているかどうかすぐ分かるから、何のためしてくるか確かに分からない。それなのに、 ドアを叩いてくるのは不思議に思った。そして他の個室のドアも叩いている音も聞こえてきたと。まあ、全部を叩いたってことですね。で、よくわからない行動をしているなと思いながらも私は用が終えたのでトイレを出た。すると私が出た後に個室に勢いよく入っていく人がいたと。で、だからきっと我慢の限界のために急いでいたと。だから早く出てよ、はて早く出てよっていうことで飯田さんも多分このおっちゃんが殴ったって言ってると思うんですけど、ちょっと飯田さん早く出てよということで、まあ、トイレは透明じゃないからどういう人が入ってるかわかんないから、ま、あ喧嘩弱そうなやつは 強そうなやつが分かんないから、実際ガチャって出たところでね、この飯田さん出たら、ブレイキングダウン見てる人だったらあー、飯田さんやんってなるんですけれども、まあ多分このおっちゃん見てなかったでしょうね。いかついやつ出てくるって言って、まあ場は、えー、なんだんですけれども。まあ結構ね、こういうトラブルよく起きるんで、 ちょっとね、飯田さんも本当よくトラブルに巻き込まれる人だな、ということで。まあ本当喧嘩にならなくてよかったです。まあ喧嘩に一時こんなおっちゃんの相手しないんでしょうけどね。ただね、いや、用を足してる時にノックってね、非常に嫌ですね。正直ね。まあ終わったらね、こっちろんすぐ出ますから、みんなで助け合っていきたいと思います。ということでね、本日は、えー、飯田松成トイレで殴られました。飯田松成がトイレでトラブルに巻き込まれるというね、えー、動画になりました。えー、こういう形でね、格闘技の旬のニュース。えー、M、MM なんか構成切っておりますので、よろしければチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。最後までご視聴 ご視聴いただきありがとうございました